ムです。なべさんだよん。ビデオプレイステーション、りょうこちゃん。え、りょうこちゃん誰？ほら後ろですよ、後ろ、ここ、ほら分かります、ここですよ、後ろ、ここ。あ、ハイテクコメンテーターの渡辺さん。どうもどうも、渡辺です。実はね、ちょっと心配だったんで、今日は、ね、こうやって額縁の中の絵になって見守っていたんですよ。まあプレイステーションの能力をもってすればこんなこともできるっていう、その一例なんですけどね。すごいですね、うん、じゃあ今からそっち行きますからね。よいしょ。あ、あれあれ出にくいな、うん、あれ、どうもこんにちは、ゲームのお兄さんの渡辺浩二だよ。みんなこんにちは。ご苦労様です。渡辺さん、今日はプレイステーションのこといろいろ教えてください。え、任せてくださいね、はい、じゃあまずはね、これからいきましょう。プレイステーションで一体どういうことができるのか、実際にね、あの実験的に作ってみたゲームソフトがありますんで、一緒に見てもらいましょう。はい、よろしくお願いします。ひゃですか。そう、スプライトで描かれた CG ボールですね。質感が非常によく出てますよね。花形なんか本当にリアル。今までのゲーム機だとこれだけキャラクターが増えると動きが鈍くなったりするんですけれども、プレイステーションなら全然そんなことないんです。気持ち悪いくらい増えるんですね。今度はですね、この四角の表面をよく見ててください。色をつけたり半透明にしたりすることもできるんです。物体の表面にいろいろな表情を持たせることができるんです。プレイステーションはですね、このようにリアルに作り込んだ立体のコンピューターグラフィックスをさらにリアルタイムでこのように自由自在に動かすことができるんです。だから例えばこんな映像も OK。 うわ、本物の恐竜みたい。こんなにすごいティラノザウルスがコントローラー一つ動くなんてね、信じられないよね。やだ、近づいてきた。ひゃー、面白かった、ね、すごいよね、うん、じゃあね、次はいよいよね、実際のゲームソフトを見てもらっちゃおうかな。はい、待ってました。ではまず最初のゲームは、ちょっと待った、うわー、撃たれー、撃て、渡辺さん大丈夫ですか。大丈夫。紹介は僕に任せて。よろしく。ねえ、やっぱり最初は僕の主演ゲームから見たいでしょ。ねえねえねえ。はいはい。それじゃあたっぷり紹介しちゃいます。どうぞ。うわー、ロックが車になって走ってる。これが僕が主人公のモータートゥーグランプリだよ。これは 3D レーシングゲームなんだ。5人のドライバーとマシンを選んでトゥーンワールドをかっ飛ぶんだぜ。わー、楽しそうね。でもなんでロックが走ってるの。ゲームをやってのお楽しみだよ。等身伝、ポリゴンならではのリアルなキャラクターたちが得意の武器を手に死闘を繰り広げる格闘ゲームだよ。もちろんそれぞれの武器ならではの必殺技もあるんだ。迫力満点だよね。A4、93 年度の日本ソフトウェア大賞ゲーム部門最優秀賞を受賞した名作ゲームがパワーアップして登場だ。鉄道会社を経営しながら自分の作った街を大きくしていくシミュレーションゲームで、列車内から様々な角度で見られる 3D モードもあるんだ。オリジナルの街が作れちゃうなんて感激。これも格闘アクションゲームね。そう、熱血親子っていうゲームだよ。腹黒団に奪われた母を超必殺技を駆使して救い出すのが目的なんだ。ユニークなキャラクターね。
ただ者ではない父と娘に居候が加わって繰り広げる熱血格闘アクションっていうのが売りだからね。ハムレット、わー、なんか映画みたい。これは 3D 視点の月面基地で繰り広げる新感覚の RPG なんだ。プレイヤーは施設軍隊 AMAX クリーナーの一員として連絡不能になった月面基地ハムレットに乗り込むんだよ。いやー、ドキドキしちゃう。大丈夫キッド？回答終了。麻雀ステーション魔人、麻雀牌から卓、そして雀士まで全てをポリゴンで表現した新感覚のリアル麻雀ゲームだよ。わー、本物の人間と麻雀してるみたい。コズミックレース、3つの惑星と宇宙空間を舞台にした3D ポリゴンフル活用のレーシングゲームだよ。ポリゴンだからビューポイントが好きなように変更できて、今自分がどんな状況なのかを素早く判断することができるんだ。へー。ビクトリーゾーン、プレイステーションならではのグラフィック機能でパチンコ台を構成している全ての要素を 3D で表現したリアルパチンコゲームだよ。釘の加減から球の動きまで細かいところまで研究できるんだよ。すんごい、お父さんに教えてあげよっと。菊に雅彦印、笑う不敬さんパチスロハンター。漫画家菊に雅彦さんのマルチストーリーコミックを楽しみながらパチスロで遊べる画期的なソフトだよ。わー、面白そう。キングスフィールド、これは怖そう。地下5階からなるダンジョンのどこかに眠る伝説の魔導器を探し出して魔物の王を倒すのが目的のリアルタイム RPG だよ。主人公の視点により変化する画面とリアルなサウンドが臨場感たっぷりでゾクゾクするね。怖いけど面白そう。いろいろな世界の中で時間内に弾をゴールへと導くゲームだよ。ただしプレイヤーが操作するのは弾ではなくて世界の方なんだ。単純そうだけどこういうゲームってハマっちゃうのよね。360度いろいろな方向に世界を傾斜させてトラップや敵をかいくぐり弾をゴールへと導け。美少女とアニメーションの妖怪がバトルする格闘アクションゲームなんだ。ストーリーモードの他に同キャラ対戦も可能な対戦モードもあるんだって。ヒップ攻撃がかわいい。バルカタ、バルカタとは中世よりさらに古い時代にあった武器の名前なんだ。プレイヤーは冒険者のパーティーリーダーとなり、さまざまなイベントをクリアしながら全5章の壮大なストーリーを体験していく。他のパーティーも自分の意思で冒険を展開していくんだって。すごい。麻雀悟空天竺、6カ国18人の猛者たちと対決していく本格的麻雀ゲーム。ローカルルールや特殊な役なども国ごとに設定可能なんだ。なんだか難しそう。大丈夫、大取りプレイ機能や指導モードもあるから相手の打ち筋の研究や麻雀の勉強もできるんだ。本当？じゃあ私でも遊べちゃうかな。もちろん。
ミスト。アメリカで生まれ世界中で大ヒットを飛ばした CD ロムソフトがプレイステーションに完全移植されるぞ。なんだか不思議な雰囲気のあるゲームね。そうだね。仮想世界の島ミストに隠された謎を解明しながら進むインタラクティブムービーだよ。ドキドキしちゃうね。お前は誰なんだ。レイマン。ファンタジー感覚いっぱいのステージをユニークで可愛いキャラクターたちが縦横無尽に動き回るアクションゲームだよ。まるで外国のアニメを見てるみたい。ファンタジーあふれる不思議な世界を体験してほしい。キャー、かわいい。キリーク・ザ・ブラッド。フルモーションリアルタイムの SF シューティングアドベンチャーだよ。すごい、完全に SF 映画の世界ね。プレイステーションの凄さが現れてる一本だよね。フィロソマ。 CG で描き込んだキャラクターをリアルタイムポリゴンと組み合わせて奥行き感あるサイドビュー、トップビュー、3D ビューのゲームが展開。ゲームとゲームの間には迫力の CG ムービー。プレイステーションの機能が可能にしたこれぞネオシューティングゲーム、フィロソマ。うわー面白そう。私もやってみたいな。アイドル雀士スーチーパイリミテッド。ゲームセンターで大人気だった麻雀ゲームだよ。得意の積み込み技を持つ7人の雀士を相手にレベルアップポイントや必殺技アイテムをボーナスゲームのパネルマッチで手に入れて戦っていくんだ。へえ、麻雀を知らない私でも遊んでみたくなっちゃう。パチオくん。パチンコだ。そう、今巷のパチンコ屋さんで大人気のパチンコ台が15台も入ってるんだよ。店内 BGM やアナウンスなども入ってるから雰囲気最高。これなら未成年でも OK だよね。全方向360度のバトルが可能になってるんだ。
ということは前からだけじゃなく横や後ろからも攻撃されたりするの？そう！うわー、ドキドキしちゃう。クーロンズゲート。近未来、過去、大過去の3つの時代をめぐるタイムトラベルアドベンチャーだ。香港ネオクーロン城を舞台にフルモーション CG のサイバーカオスがプレイヤーに襲いかかる。うわー、なんだか怖そう。最初の時点でね、こんだけのタイトルが揃っちゃうっていうのはさすがはソニーコンピュータさんだなと思うんですけどね。でもいろいろなソフトがこれからも出てくるんですね。そう、まだまだね、出ますよ。例えばね、りょうこちゃんの好きな格闘ゲームだとね、はい、カプコンのヴァンパイアなんかね、これはぜひ期待したいところですね。僕も大好きなゲームなんですけれども、あ、今ゲーム画面が映ってますね。あとね、アトラスさんの豪傑一族2あたりもラインナップに入ってきてますよ。あとナムコさんの 3DCG のすごい格闘アクションの鉄拳、あれもね当然出てくるんじゃないですか。嬉しいです ね。あとね、あの移植だけじゃなくてオリジナルもね期待できるんですね。例えばね、あの小室哲哉さんが知ってるでしょ、はいはいはい、あの彼も今ゲーム作ってまして、ガボールスクリーンっていうね、ゲームでね、この辺の動きもね注目してます。アーティストの人がみんな自分の好きなゲームを世界を作っていく、はいはいはい、りょうこちゃんも将来的には時間だよ。ナベさんとリョコちゃんのお話はまだまだ尽きないようだけど、残念ながら今日はここでおしまい。でも12月になったら今度は君がプレイステーションのスタートボタンを押してゲームの中の僕に会いに来てくれよ。